きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ最終決戦、はいね、第2回24歳以下の選手だけで予算5億円年俸上がるかどうか、ね、はい、今1勝1敗ですから。そうなんですよ、本家では佐藤さんが勝ち、うん、で12球団別1人ずつは私が勝ち、うん、最後若手、ね、はい、若手の見極めがどこまでできるかで、うん、今年のチャンピオンが決まります、はいはい、結構24歳以下って選ぶの難しいんですよね。そう、5億円はね、はい、予算そこまで使い切れないから、うん、使わないで、しかも10億円と12球団別で選んだ選手は使えないっていう、ね、はい、中で、うん、ね、どうなってくるのかっていうね、はい、ところで、はい、どの選手を取ってるのか、うん、墓場さんピッチャー宮城、はい、いいとこ行くね、うん、まあ、ここはね、宮城投手がまだ若かったっていうのが、うん、で、リリーフが本田、はい、ね、で、抑えが根本、うん、根本、味ちゃん良かったけどね。そうなんですよね、うんうん、で、キャッチャー安田、うん、で、ファーストがロッテの安田ね、で、セカンド太田、うん、で、サード小深田大地ね、大地選手の方、うん、DNA のね、で、ショート中山レイト、ライト、ライト、うん、で、レフトが川村、はい、で、センター武藤、うん、ライト吉野、うん、で、DH 内藤保、ちょっと出てない選手多いですちょっと聞かなかったね、1年間、うん、ちょっと期待を込めてすごい選んでるんですけど、うん、さあ、ショート、門脇だったね。あ、そうですね、門脇だって24歳以下でしょ。ですよ ね、うん、大卒ルーキーでしたからね。佐藤、うん、まあ、さんはじゃあ俺はピッチャー山下俊平太、うん、ここは大きいですね、でリリーフ吉村、うん、で抑えが西純也、うん、でキャッチャー松尾、うん、ファースト清宮幸太郎、うん、良さそう、でセカンド村松、選んでる、サード石川、うん、ショート小畑、うん、でレフト丸山、センター藤原、ライトブライトからの DH 門脇DH で選んでた俺、ここで選んでた、忘れてた、うわ、うん、DH で完全忘れてた、ね、DH 誰入れてもいいっていうとこだったんで、入れてるやん俺、しっかり入れてる、ね、しっかり、うん、ほら、やっぱこれあれちゃう？ DH 対決になってんちゃう？最後まで分かんない、うん、だって10億円も、うん、DH を西川で勝ち、うん、で12球団別は DH 菊池で負けて、はい、私万波選手で勝ち、うんうん、さあ、え、ちょっと私も内藤光選手なんで、ね、DH ロマン砲ね、ロマン砲ねさあまだ分かんないです、うん、行きますか、さあピッチャー、はい、じゃあ宮城、宮城投手多分上がってるよ、上がってるよね、うん、結構、はい、2023年が、はい、8000万から、8000万からいけるよ、じゃあ2024年、うん、1億6000万、おお、8000万アップ、8000万、よっしゃ、これはでかいね、これは大きい、いきなりね、うん、で本田裕美、はい、あ、じゃあ佐藤さんの、あ、次俺ました、俊平だと、俊平、俊ちゃん来てるよ、来てるよ、うん、でも元で安いからな、そうそう、元が2023年700万、おお、安い、700万から、うん、4000万、あ、でも意外と3300万だね、うん、まあでも低いとこからって上がらないからね、はい、一気にね、うん、しかも1年目だしね、はい、で続いて本田、はい、はい、本田投手、本田投手2200万から、うん、2200万、維持なんだ、維持か、そうなんだね、はい、吉村、うん、はい、吉村投手、はい、200万ぐらい上がってへんかな、ね、ルーキーだから、うん、1600万から、うん、はい、2100万、おお、500万アップ、お、結構上がってんじゃん、うん、ねえ、へえ、で根本、日本ハム、はい、根本投手、ちょっと上がってんじゃん、うん、1300万、結構投げましたからね、うん、1600万、おお、300万、まあまあまあね、これコツコツ大事、うん、チリツモだからね、はい、5億円の方はコツコツなって、はい、あ、そうそうそう、そんな8000万とかちょっといきなりすぎるからね、結構、うん、やっぱ宮城投手さすがですね、いや、抑え、西純也、はい、西純也も佐々木チャンネル推しだから、はい、阪神だよ、うん、3800万、お、1000万アップ、1000万上がってる、おお、もう十分でしょ、十分でしょ、うん、でキャッチャー安田、あ、この辺かな、安田、はい、1100万から、うん、1300万、お、上がってんじゃん、プラス200、200万、こういうの大きい、ね、うん、松尾志音くん試合出てへんやろ、出てないよね、医師かな、はい、松尾選手、1100万から、うん、1100万、まあまあ、まあまあ、ここはこういうもんだよね、はい、うん、で、ファースト、ロッテの安田、はい、はい、安田選手、うん、いいとこ打ったよ、最後、うん、4200万から、うん、5500万、おー、1300万アップ、はい、まあまあ十分だね、大きい大きい、お、
清宮幸太郎どうなん、清宮君どうなの、俺全く分からへんけど、うん、私も分かんない、でも絶対上がってるよ、どうだ清宮選手、うん、はい、3300万、うん、4400万、おお1100万、佐藤さんコツコツいってるな、宮城の8000万がでかすぎてね、うん、セカンド太田亮、はい、いなかったよ、コンディション俺怪我してて、そう、下がってるかな、1700万から、うん、1600万、ああ100万だ、マイナス、まあまあまあ、ここら辺の選手は下がり幅も低いからね、はい、うん、え、村松、お、村松くん上がってんじゃない、ちょっと上がってんじゃん、500万ぐらい、うん、どうなん、村松選手、はい、頑張ってよ、1200万から、うん、1700万、おお、500万、さすがサード小深田、うん、まあ、出てない感じ、うん、はい、560万から、うん、560万、まあ、それはそうですよ、1ですよね、1でもいい、じゃあサード石川、お、どうだ、石川ちょこっと上がっていっちゃう、うん、それこそ500万アップぐらい、石川高谷さん、はい、1500万から、うん、3000万、おお、1500万、佐藤さん結構コツコツ上げてきてるんだよな、うん、これショート、ショート中山、あ、中山選手、うん、はい、1260万から、うん、2260万、お、1000万上がってるじゃん、結構上がってるで、これ大きいな、なんか門脇の印象強いから、はい、ね、うん、小深田、あ、小畑、小畑選手、はい、小畑選手、うん、1400万から、うん、阪神だよ、2100万、おお、700万、はい、さあじゃあ内野終わったんで、ね、行きましょうか、ちょっと出しんで、ああ、はい、ああ、はい、内野終了時点で、うん、中村さん、はい、1億700万、おお、でかいね、8000万、うん、はい、さっき何だったんだろうぐらいです、さっきずっと借金がかかったんで、それ今永さんがメジャー行っちゃった、はい、佐々木さん、はい、内野終了時点で、うん、8600万、あ、でも2人とも結構上がってますね、若い割に、うん、2000万さ、2100万さ、うん、そうですね、うん、5回や、私ちょっとこ、あー、これやばいな、はい、河村選手、はい、レフト、上がんないよ、はい、河村選手、はい、400万から、でも下がり幅も少ないから、うん、400万、うん、維持、丸山選手、うん、丸山選手、丸ちゃん出てたよ、一応、うん、1500万から、うん、1600万、おプラス100万、もう十分、うん、ちょっと詰めたよ、うん、詰めましたね、うん、センター武藤、うん、出てくるかと思ったけどね、この去年ね、そうですね、武藤選手、はい、860万から、うん、700万、お、160万、結構下げたね、痛い、はい、ねえ、下げちゃうんだね、うん、藤原どうなの、どうなったの、ちょっと上がってんじゃん、うん、藤原選手2200万から、うん、3200万、おー、この一戦もアップはここに来てでかいよ、いやちょっと待ってよ、もう、あー、やばいな、はい、今一緒ぐらいじゃん、下手したらね、うん、で、ライト、吉野選手、はい、吉野選手、もう出てないから920万から、うん、850万、あ、70万だ、下がってる、チリツモだからチリ下がりよ、はい、ブライト選手、はい、ブライト選手、うん、1400万から、うん、1350万、あ、50万だ、50万か、いや、まあ、ちょっとね、はい、で、DH 内藤、いや、もう、はい、で、一応DH 内藤ですね、うん、600万から、うん、うん、600万、おー、まあまあまあ、いやもう、さあ門脇、めっちゃ上がってる、よく取ってた、よくと、見えてます、見えてます、はい、門脇、うん、840万からからの3000万、3100万、わー、2260万、うわー、これ大きい、このうち、これはで、これはでかいよ、この2000、うん、2000何百万アップですか、2260万、はい、これ大きい、もう合計で、さあどうなの、俺買ってそうな気がするけど、宮城の8000万があるからね、いやー、はい、合計、袴田さん、はい、2億3100万から、うん、3億3570万、うん、でも1億円ちょっと上がったよ ね、 ですね、合計だと1億470万プラス、おお、でもこんな若手だけで1億アップできましたね、うん、うん、はい、そうだね、1億いくらでしたっけ、1億470万、でもほぼ宮城だけどね、まあそうです、8000万だからほぼ宮城ほぼ宮城はい、伊佐崎さん、うん、
元々が1億9540万、うん、だから3億超えたら、うん、ほぼ勝ちだね。はい、はい、1億9540万から、うん、はい、3億1400万、いくらプラス、いくらプラス、プラス1億1910万円。1億1910万円。うわ、でも僅差だよ。1440万円。ほら、門脇で逆転。うん、逆転。やっぱ DH 勝負だ。DH 勝負。いやー、もうちょっと私、本当に出るか分からない未来の人を上げすぎちゃったな。外野でマイナス230だからね。うん、外野で。そうです、袴さんが良かったので。うん、いやー、負けたー、2勝1敗やっぱこれ、最後まで何があるか本当に分かんない。分かんない、うん、あとどのポジションでも取っていい、うん、DH が、うん、今回は、全部勝敗が大きく影響したっすね、うん、そうですね。だから西川で勝って、うん、菊池で負けて、うん、門脇で勝つみたいな、はい、いや私今もう一つ後悔してるのは、うん、なんで村松くん取らなかったんだろうっていう。それはもう青学じゃないからだよ。静岡さんが、静岡ですけど、赤川さんが青学じゃないから、もう青学魂を捨ててるから。村松くんは静岡ですから。あ、静岡です。あ、静岡でもないんだ。静岡です。赤川さんは、私静岡でしょ。なんで村松くん取らなかったんだろうな。まあそしたらプラス500やったしね。うん、太田亮選手マイナス100だから、ね、だから600万差が違うことになるからね、うん、これ大きいんですやっぱね、うんうん、でもだから12球団別は今永のマイナスを取り返したけど、はい、この若手のやつは宮城の貯金を生かせなかった、ね、生かせなかった結構大幅選びがちなんですけど、8000万でかいよね。でかい。佐藤さん今回コツコツいけましたね。いけた、うんうん、大きなマイナスがなく、うん、あとはやっぱ門脇を、うん、よく取ってたね、あ、うん、最後に。もうだって袴田さんさ、うん、サード以降試合出てたっけみたいな。ちょっと楽しみなこれから出てきてほしい人を未来に期待かけちゃったんですよね。いや、もうちょっと若手でやっぱ出る選手を選ばないといけなかったな、うんうん、あとホンダの、ね、現状維持も痛かった、ね、痛かったですね、うん、もうちょっといくかと思ったんですよ ね、うんうん、さあということで、はい、まあ、今シーズンはね、はい、また昨シーズンは、うん、佐藤が勝ちましたから、はい、もう連覇終わりです。うわー、やっぱ4連覇って難しいですね。うん、まあ3連覇でも十分よ。そうですね、うん、だからまあここから俺が4連覇するけどね。おお、負けませんよ。もう言える権利あるから、勝ったから。連覇の権利は佐藤さんにしかないですから、うん、でも本命はこの10億円だからね。はい、いや、そこ負けたのを、本命はこのフリーの10億円をどっちが勝つかが勝負だから、うん、はい、ね、そうですね、トータルもそうだけどね、うん、でも一番大事なのはだから、まだこっから、はい、考えて来期、うんうん、だからね、視聴者の皆さんね、同じようにやって皆さん勝てたかどうかね、うん、一緒にチェックしてみてください。はい、